ステファノのペーパークラフト。こんな部品からステファノを作っていくよ。後ろから、こっちの方にもたくさんの部品があるね。よし、それじゃあステファノの顔の部分を作っていこうかな。こうやって、よいしょ、組み合わせて、立体的な形を作っていくよ。よし、こんな感じになってきたね。そしてこの上のところにこの部品をこうやって組み合わせて、煙突みたいなものがついたね。そして本体だね。本体の部分を組み立てていこうかな。こうやって、よいしょ。この地面の方のお腹の部分だね。ここをこうやって組み合わせて、それから、こうやって、よいしょ。よし、こんな感じかな。この上のところにレールがあって、ここにトーマスたちを置いて、そして運んであげることができるのかな。そして、この下のところだね。下のところの部品、これだね。この、よいしょ、キャタピラーの形をした、この部品をこうやって、取り付けて、行ってあげるよ。よし。これで陸の上を走ることができるね。それから、ここのところに、このスクリューを取り付けてあげて、水の上に浮いて船みたいに動かすこともできるんだね。そして、ここのアンパンのところに、ステファノの顔だね。顔をつけてあげて、それからクレーンだね。クレーンもこうやって組み立てて、そしてこの横のところに、こっちの方にはちょっと大きいね、これね。こっちの方かな？これだとサイズがぴったりあったね。クレーンはこっち側だよ。そして、このウィンチをこうやって、よいしょ、立体的に作ってあげて、これを、この横のところに取り付けていくよ。よし、これでいいかな。これでステファノが完成だよ。じゃあ、トーマスと、ジーナを連結させてあげて、そして、このステファノの甲板の上に置いて、そして、ホイールローダーのジャックも置いてあげて、よし、みんなで一緒に働く場所に移動しようね。